ヨシュア記は聖書の書き物である。そこにはヨシュアの指導のもとイスラエル人がカナンに住む諸民族を武力で制圧し約束の地を征服していく歴史が記されている。この書物はキリスト教においては歴史書に、またユダヤ教においては預言書に分類される。この書物の原作者は伝統的には主としてヨシュアが書き彼の死後の記事を アロンの子エルアザルとエルアザルの子、ピネハスが書いたとされている。高等批評をする聖書学者たちは、創世記、新明記の申セ御書に、吉明記を加えて、陸書と考え、J、E、D、P などの資料からなっていると考えるものもいるが、M ノートなどは、新明記と吉明記は共に、D 資料のみによると考えている。1五十二年から1五十七年まで、キャスリーン、 エムケニオンらによって考古学的発掘が行われた結果、エリコの城壁の崩壊は、紀元前3000年期の出来事であることが実証されており、ヨシュアたちがエリコに来た時には、エリコはすでに廃墟になっていたことが判明している。したがって、ヨシュア記録章に記されているエリコの陥落物語は、歴史的事実ではなく、原因端として、後から創作されたと考えられる。また、 重症に記されている太陽と月の停止は、カナンの民間説話が元になっていると考えられる。エジプト脱出時に20歳を超えていた者の,のうち、ヨルダン川を渡ることを許されたのは、ヨシュアとカレブの二人だけである。モーセはヨルダン川を渡ることを許されなかった。また、ルベン、ガド、マナセの半部族はヨルダン川東岸に定住することを決めるが、 仲間を助けるためにヨルダン川西岸に渡って、共に戦うことをモーセに確約する。ヨルダン川を渡るモーセの死後。神はヨシュアにヨルダン川を渡る。よう命令する。ヨシュアは民に準備を促す。二人の石膏がエリコに派遣される。エリコの王は石膏を捕らえようと探索するが、ショーフラハブは石膏たちをかくまう。石膏たちに対し、ラハブは、 自分と親族の身の安全を保障してくれる、よう静願する。石膏たちは身を守る方法をラハブに伝え、ヨシュアの元に帰って報告する。三日目に、ヨシュアは、ヨルダン川の手前で宿泳を張る。その翌日、ヨシュアは、神の命令通り、契約の箱を携えた祭司たちをヨルダン川に入らせる。川の上流で、水がせき止められてヨルダン川が干上がり、その間に全員が川を渡る。 ルベン、ガド、マナセの半部族のうち、4万人の戦士も共に、ヨルダン川を渡る。神は、ギルガルに記念碑を建てるよう命じる。ヨシュアは、ギルガルとヨルダン川の祭司たちが建っている場所に、それぞれ記念碑を建てさせる。民はヨシュアが、モーセの後継者であることを認めるようになる。ギルガルに宿泳が張られる。神は民に滑稽を施すようヨシュアに命じる。 民は、ギルガルで杉越を祝う。杉越の翌日、マナの供給が終わる。ヨシュアは、聖なるところへと足を踏み入れてしまい、サンダルオリョグヨ主の軍の将軍に命令される。神はヨシュアに詳細な指示を出す。民が、その指示通りに行動すると、エリコの城壁が崩れる。エリコの住民と家畜は、ラハブに属する者を除き、すべて滅ぼされる。ヨシュアは、エリコに対する、 呪いの言葉を語る。アカンは、エリコの戦利品を隠し持つ。ヨシュアは、石膏の提案に従い愛に三千の兵を差し向けるが、派遣隊は敗北し、民は動揺する。神はヨシュアに、エリコの戦利品を隠し持つ者がいることを告げる。アカンが選び出され、彼は罪を認める。アカンとその家族、及び彼の所有する家畜に至るまで石打ちにされる。神は再び愛を責めるよう、また、 都市の背後に副兵を配置するようヨシュアに命じる。ヨシュアは三万の兵を夜のうちに送り出し、自らは配送を装う兵を指揮する。愛の兵は都市を出て、ヨシュアを追撃するが、攻撃されて全滅する。王も捕虜となり、殺され、住民も皆殺しにされる。愛は焼かれ、ヨシュアたちは神に命じられた、通り愛の町の家畜と分取り品を自分たちのために奪い取った。 ヨシュアはモーセによって命令された通り、エバルさんに祭壇を築き、犠牲を捧げる。ヨシュアはその祭壇に、モーセの立法の写しを記す。民は、エバルさんとゲリジムさんの前に集められ、彼らの前で立法のすべての言葉が朗読される。太陽が静止するギブオン周辺に住む、日々人たちは、侵攻してきたイスラエル人を欺いて、協定を結ばせることに成功し、殺されることを免れる。 しかし、その策略はすぐに発覚し、彼らは、祭壇の、芝刈りまた、水汲みをする者として、イスラエル人に仕えることになる。アモリ人の五人の王が、ギブオンを攻め、ギブオン人はヨシュアに助けを求める。イスラエル人は夜を徹して行軍し、アモリ人を吸収する。敗走する、アモリ人を氷河を襲う。ヨシュアが太陽と月に命令すると、太陽と月は、丸一日静止する。 五人の王は捕虜となり処刑される。ヨシュアはヨルダン川西岸の都市ニルガルから地中海沿岸の都市ガザに至るまで、またその南方に広がるアラノに至るまでの地域に、天在する諸都市を滅ぼし家畜などを奪っていく。ハツオルの王や瓶を名手とする大軍がメロムの水場に集結する。ヨシュアはこれを吸収し、敗走する敵を追撃して全滅させる。ヨシュアは、ハツオルを滅ぼして、 都市を燃やす。また、他の都市も滅ぼすが、初おる以外の都市は燃やさなかった。北方は、ヘルモン山のふもとの都市、バールが土に至るまでのヨルダン川沿いの地域を攻略する。イスラエルの諸部族の配置、モーセの占領したヨルダン川東岸の地域、ヨシュアの占領したヨルダン川西岸の地域等の一覧。神は、恒例となったヨシュアに未征服地を含んだヨルダン川西岸の土地を、 旧部族とマナセの半部族との間で分配するよう命じる。ヨルダン川東岸の地を相続した二部族と半部族およびレビ族が相続地を持たないことについての解説。相続地を決めるためにくじが用いられる。カデブはヘブロンの相続を求め許可されるユダ族の相続地。カデブによるヘブロン攻略。マナセ族とエフライム族の相続地。 相続地が少ないことに対する不満と、それに対するヨシュアの助言。ヨシュアはまだ相続地の決まっていない七部族に対して未征服地の調査を命じ、その調査記録をもとに土地を配分する。ベニヤ民族の相続地、シメオン族の相続地、ゼブルン族の相続地、イサカル族の相続地、アシェル族の相続地、ナフタリ族の相続地、ダン族の相続地。ヨシュアは、 ティムナとセラを相続地として受け取る。神はヨシュアに逃れの町を定めるよう命令し、6つの都市が定められる。相続地のないレビ族に対し、各部族の相続地から居住のための都市が与えられる。ヨシュアは、ルベン、ガド、マナセの半部族の戦士たちを競里へと帰らせるが、彼らがヨルダン川のほとりに大きな祭壇を築いたことが伝えられ。 ヨルダン川東岸の部族に対する軍事行動が検討される。ピネハスラが派遣され、彼らにヨルダン川西岸へと移住するよう進めるが、彼らの説明する祭壇を築いた目的は好ましいものであったため、軍事行動は起こされなかった。ヨシュアは長老たちを呼び、モーセの立法を守り行うよう悟す。ヨシュアは全員イスラエルを試験部に集め、彼らに神の言葉を伝える。 民はヤハベに使え続けることを誓い、その証拠として大きな石が建てられる。ヨシュアの死と埋葬。エジプトから運ばれてきたヨセフの骨はシケムに埋葬される。エレアザルの死と埋葬。ありがとうございます。